こんにちは。おばでです。バラです。まあ、こうやって今在宅勤務になったんですけど、うん、まあでも、ね、YouTube のコンテンツ作り続けたいと思ってますね、ドラ。そうてか久しぶりだよね。久しぶりって感じだよね。僕もドラさんも全然会ってないですよ。うん、で、そうね。でまあ在宅勤務になってから、まあ、あんまり会うことはない。まあ皆さんもそうなってるかもしれないですけど、ドラさんどうですか、ね、在宅勤務。料理とか作ってゲームもしてんの家で。そうね、してる。カプテン翼とか。あ、そうなんだ。なんか椅子硬すぎてさ、腰が痛くなる。お尻とか。わかる。まあでも私最近椅子買ったから。あ、そうなんだ。そう。前はなんか普通にベッドから仕事やってたから、もう本当に腰やばかった。今なんかしかも多分ね、周り全員さ在宅勤務になってから、はい、ネット遅すぎてしょうがない。わ、うん、かるなんかゲームダウンロードにするのにさ3日間かかるとか出てんだけど。いや、わかる。で、まあ、こうやって、まあ、在宅勤務になったんですけど、こういう状況だからこそもう皆さんと一緒になんかゲームしたりとか、もっともっとコミュニケーションを取りたいなと思ってるんですよ。例えばディスコードだったりとかツイッターとかでフレンドリーマッチ募集して一緒にゲームやったりとかするとか、まあ他にいろいろ今ドラちゃんと考えてるんですけど、皆さんとかアイディアあればコメントで書いていただければ今後実施したいなと思ってるんですよね。で、ちなみに WHO とゲーム会社が推奨してる Play Apart Together キャンペーンに参加してます。みんなこのキャンペーン知ってますか？まあこのキャンペーンは文字通りなんですけど、まあ Play Apart Together っていうのはゲームでよりこの今の時間をより楽しく過ごして、みんなで今の時期を乗り越えていきましょうっていうキャンペーンなんですね。クラブゲームズも今そのキャンペーンに賛同して、で今キャプテン翼戦いドリームチームの中でもいろんな施策を出していこうと思ってます。で今ログインボーナスもうすごい豪華な報酬とかいろいろもらえるので、ちゃんと毎日ゲームをログインして今の家で過ごしてる時間楽しくしていきましょうよ。今後もこうやって家からいろいろコンテンツ作っていきたいと思ってるので、よろしくお願いします。あと登録忘れないでね。忘れないで、ベルも忘れないで。じゃあね、バイバイ。じゃあね。自己紹介すでにゼミ、登録のボタン押すの忘れずに、みんなと一緒にやるのに力貸していただかないと無理。